シミアンモバイルディスコはイギリスのテクノ・エレクトロデュオ。同国のロックバンドシミアンのメンバーだったジェームス・フォードとジャス・ショーからなる。バンドとしてのシミアン解散後2003年に結成し2005年から DJ スタイルのデュオとして正式な活動をスタートさせている。ニューレイブに代表されるロックとダンスのクロスオーバー・ムーブメントが流星する2000年代後半に あってその一翼を担う存在として好評を博し、もともとロックバンドであった羊を生かしたアグレッシブなダンスロックサウンドを鳴らす。また一方でメンバーのジェームス・フォードはプロデューサーとしても活躍しており、クラクソンズのデビュー作、近未来の神話やアークティック・モンキーズのセカンドアルバム、フェイバリット・ワースト・ナイトメアといった大ヒットアルバムを手掛け。 インディーロック界隈でのその存在感は大きい。また多数のリミックス曲も手掛けている。2007年、フジロックフェスティバルで、初来日、深夜のレッドマーキーを満員に埋め尽くした。2009年のフジロックフェスティバルでも来日し、初日のレッドマーキーの鳥を務めた。ありがとうございます。